7月に追加された新キャラ、ウラドラガールの紹介ヌボー。ドラガール？キャラボイスは大野ゆう子さん。もちろんテーマソングも歌ってくれていて、とっても可愛い歌になってるヌボー。まだ聞いたことがない人はぜひ聞いてほしいヌボー。プニプニ。今回はそんなブラドラガールの性能や上手な使い方を紹介していくヌボー。アフォバッカ。ガールシリーズ12体目となる新キャラブラドラガールはコスト5の大型進撃キャラヌボー。隕石を落として戦うあのブラックドラゴンが可愛いガールキャラになって登場ヌボー。ブラドラガールが使うロックンロールは隕石を転がして前方の敵にぶつける攻撃スキル。ぶつかった敵はなんとペジャンコに確率で潰れ状態にしてしまうヌボー。さらに隕石はぶつかると小さな隕石に分裂、中くらい、そして小さな隕石になって遠くまで転がっていくヌボー。すごいヌボー。隕石がゴロゴロ転がっていたヌボー。くえった。僕の体も隕石みたいにまん丸だから、間違って転がされないように注意しないといけないヌボー。それでは次はブラドラガールの上手な使い方を紹介していくヌボー。キラーイフルト。ブラドラガールのスキルは前方範囲に敵がいると移動時にもスキルが発動するヌボー。そのため少し後方に召喚してスキルを発動させながら前方にプレッシャーをかけていくのがおすすめヌボー。飛行キャラには隕石が分裂した時にしかダメージが入らないので注意ヌボー。隕石にぶつかった敵はぺしゃんこになって一時的に行動不能に。さらに潰れ状態になると状態変化を解除できるので、ゴーストやヘッジホッグ、ラビットなどのスキルに対して効果的ヌボー。潰す確率は大きな隕石ほど高く、コストの高いキャラや耐性のあるキャラは潰れにくいので覚えておくヌボー。敵にぶつかった隕石は分裂してさらに後方に転がっていくので、砦周辺の本線や砦裏の迎撃キャラに有効な攻撃ヌボー。隕石はぶつからないとしばらく転がって消滅してしまうので、敵にぶつかるように戦ってほしいヌボー。大きな隕石はコストの大きい敵を優先して転がっていくので、ターゲットする敵を考えて使うのもポイントヌボー。なるほどヌボー。隕石を上手に転がしてロックンロールヌボー。じゃんねんな。ブラドラガールの通常攻撃射程はそれほど長くないので、後方からスキルを使って活躍させてほしいヌボー。ロゼッタ。それでは今日はここまでヌボー。みんなチャンネル登録よろしくヌボー。バイバイヌボー。バイバイヌボー。